このペアの紹介するでしょ、トーマさんで紹介する、これ発売します、ただの CM じゃないですかいやこれめっちゃ量できてるんですよ、はい、なるほど、はい、はい、頂上に着きました、はい、ちょっと後ろ向いてもらいますか、ショートカットですね、はい、はい、おお、まあ、全部いけるんですよね、いけます、まあ行ってもいいですし、一回本当にまあ4時ならこっちも、はい、はい、じゃあ残りのコンビスに行きたいと思います、はい、これこの奥森なんで、はい、ほとんど視界が通らないんですよ、そうそうそう、はい、どうするかっていうのはシフトですよね、はい、でこの黄色いロボットアームは、はい、ちょっと違うことができるんで今からお見せしますが、はい、ちょっと見通しが悪いところだと、まあ、双眼鏡が使いにくいので、そうですね、まずは何のキングがちょっとしにくいんで、ちょっと調べたいと思います、そうピンデータロボットアームで出てくるんですね、で生物に反応します、はあ、悪いのが敵かどうか分かりませんけど、ええ、小動物から動物からある反応します、これは機械には反応しませんけど、はい、センサー長でいて、あのところをまず見てみましたね、あ、でこれは、はい、アナライズ中です、アナライズして今能力値が出たんですけど、ちょっと A のマーク出てますね、はい、結構いい敵です、これはマダベースで開発したからできるんですけど、そういうことなんですね、あ、それによってまあパーツか、はい、いうかできる、まあいらない兵士は来るとはしない、しないということですね、今2人ちょっといい兵士なんで捕まえていきたいと思います、はい、サプレッサー次の麻酔銃ですね、はい、あ、ダメです、ヘルメットダメです、ヘルメットかぶせたんで、はい、ダメです、見つかります、ちょっと敵の注意をそらしたいと思います、で、個人兵器、はい、なんでこいバルーン、バルーン、あっ、どうですか、これ、なんですか、デコイ、デコイ、ウチスポーカーの、ね、あれ、しゃべるんですよ、え、大塚さんの声で、はい、ほー、ちょっと青の兵士さんが、まあね、ちょっとしてますけど、あ、ちょっと注意引きつけて、はい、あとホールドアップして、この間に、はい、あ、気づかれました、失礼します、はい、これで2人優秀な兵士ゲットできましたね、はい、おー、まあ、あんなバルーンで戻ってくるような兵士を嫌いですよね、まあね、まずね、基地に帰る、まあですね、はい、この先もですね、まだまだ見通しの悪いところがずっと見つけてたんで、ちょっとここで強力なスケットを呼びたいと思います、それがまさかの先ほどの、はい、バディの